メールダビド・カハネは、アメリカ出身の政党をはらび、極右活動家、イスラエルの国会議員。このほか、マイケル・キング、デイビッド・サイナイ、ハイム・イエル・シャルミなどの変名を持つ。なお、カハネのヘブライ語及び英語での発音は、カハナが近く、日本のメディアでも、メール・カハナと表記されることがある。極右イデオローグとしてはユダヤ防衛同盟と、イスラエルの極右政党、カハを創設し、 カハネ主義と呼ばれる排外的差別思想を主張した。カハネは1932年、ニューヨーク市ブルックリンの正統派ユダヤ教徒の家庭に生まれ育った。カヘインとは、ヘブライ語の講演の変形である。父ラビーへへケけるシュラーがカハネは、ポーランドとチェコスロバキアのイエシーバーに学んだ聖職者。カハネ自身も、ブルックリンのイエシーバーに学んで、ラビとなり、 1960年代は説教団に立っていた。後にニューヨーク大学で国際法の学位を取得。1968年にユダヤ防衛同盟を結成。ブラックパンサー運動の脅威が結成の動機になったと言われる。この頃、イタリア系マフィアのジョゼフ・コロンボと交際。1971年にコロンボが ギャロ一家に狙撃された時はその場に居合わせていた。JDL はモサドと連携してビル爆破や嫌がらせ、ストーキング、そして JDL に敵対する政治家や知識人に対する暗殺などの犯罪行為を繰り返したため警察からの追及が厳しくなり、1971年にカハネはイスラエルへ移住すると直ちにカハトを結成した。 1980年、イスラエルで選挙に出て落選。同じ年、行政からの交流命令により6ヶ月間を牢獄で過ごしているが、詳細は明らかになっていない。1984年、再び選挙に出馬。カハ党は一議席を獲得し、カハネーは国会議員となった。中央選挙委員会からは、人種差別主義者として出馬を禁じられていたが、 この禁止命令はイスラエル高等裁判所によって無効と宣言された。カハネは正しいと書かれた落書き。今は皆が知っている。カハネは正しかった。と書かれているロゴマーク。このマークをプリントした T シャツやステッカーなどがイスラエル国内で現在も売られているカハネが成立を目指した法案は非ユダヤ人からイスラエル市民権を剥奪する法。 ユダヤ人とヒユダヤ人の婚姻や性的交渉を禁ずる方法など。カハネの提案はトーラーによっていたが、どの宗教的政党も、どの現役ラビもカハを公然とは支持しなかった。演説をボイコットされるなど、徐々にカハネは議会で孤立するようになった。議長と即帰係の他は誰もいない、議事堂で演説したこともあった。1985年、カハ党を 議会から締め出す目的で、反人種主義法が成立。カハネは、法廷闘争に望んで抵抗したが、今回は、イスラエル高等裁判所も、カハネに味方しなかった。カハ党が、議会から追放されたのは、カハに、大量の票が集まってイスラエル第三の政党になりつつあったからではないか、とカハネは考えた。1990年、カハネは、 マンハッタンで演説していた時に、エジプト人、エルサイード・ノサイルによって射殺された。ノサイルは、直ちに逮捕されたが、引き金を引く現場を、誰一人目撃していなかったために、殺人容疑では、無罪となった。1993年、ノサイルは、世界貿易センタービル爆破事件の犯人の一人として、終身刑を言い渡された。後に、ノサイルは、カハネの死についても、 有罪と宣告された。カハネの息子ビニャミンゼーブカハネは、父の意志を継いで、カハ党をカハネハイと改名し、組織を率いていた。2000年12月31日、ビニャミンは、妻と共に自動車で帰宅中、パレスチナ人の襲撃を受けた。襲撃当初は、カハネの息子と確信しての犯行ではなかったが、攻撃中に犯人が知ることとなり、 妻と共に60発以上の弾丸を打ち込まれて射殺された。ボブ・ディランが1971年に雑誌タイムのインタビューでカハネについて彼は本当に誠実な人だよと述べている。ありがとうございます。